日の本を結んだこの小生の穴道。いいか、こいつの穴道はな、南は西表から北は蝦夷まで。官兵衛さんが語り出した、こりゃ長くなるぞ。小生に喧嘩売ってもいいことなんかないだろう。泣いてみせ。野望を抱いて何が悪い。風をつけられ穴蔵暮らし。小生だって群雄割拠の足くれだぞ。お前さん、どこから入った。出て行け。ここは小生たちが汗水垂らして掘った穴道だぞ。どれからやろう。枷を外してくれたらお釣りをつけて勝ちを譲るんだがね。クソが。おう、かまってくれるな。小生は自由だ。あ、しまった。あれが置きっぱなしだ。何でも隠れてやがったか。おい、うわあ。お前、名前でも書いてあるんですか。わ、書いてある。ほらで休憩休憩。お前さんたち、ちょっくらになっていてくれ。勘弁さん、敵さん追いかけてきたぞ。何？いつを乗りこなしているだと。小生はな、そいつを乗りこなしたことがないんだ。正直怖くてな。早いし危ないし。いつも潰されるあの天敵の大岩までぶっ壊しやがったぜ。ここは穴本堂で早くは危ないから触るな。勘兵衛さん、近寄りすぎだって。そんなこと言ったってな。小生、ちょっと迷子なんだよ。ありゃ、参ったな、こりゃ。あら！
ないって。すがすがしいくらい綺麗さっぱりやられた。ここまで穴道車を乗りこなせるなんて、あいつ伝説の超穴道車乗りだというのか。それ1か8か16か試してみようかい。血の池地獄とはこのような場所ではなかろうか。もっと抵抗しろよ。つまんねえやつだよ。あれ、どうした。お前さんたち誰もいないのか。この穴ぐる、おう、いつ戻ってきてもいいんだぞ。勘弁さん。なんだ。ち、運のいいやつ。やりゃいいんだろうが。共に嘆願の星を読もう。すいません、どちら様でしたっけ。おい、黒田八甲の筆頭だったお前さんがこの小生を忘れるわけないだろう。何か言った。今俺様に何か言ったわねえ。ここまでやらなくてもいいだろうが。やっぱりついてなかったか。こいつは痛えよ。まったく、デクの相手するのはほんと疲れるね。ねえ。